はいどうも、ワドツです。今日は、2019年の1月の3日朝の4時10分で散歩から帰ってきました。すいません、 iPhone が調子悪くて、もう4年使ってるんでグダグダっすね。なんか電池がパツンって落ちちゃうんですよ。ほんとごめんなさい、リスナーさん、申し訳ないっす。ストレッチしながら、タバコ吸いながらストレッチしながらやります。はい、ワドツー。ダメだ、さすがに寿命だ。はい、ワドツー。みんな iPhone どれくらい、今何使ってんの、携帯は。のりこあっと銀河さんはどつ、ワドツー。みんな携帯何年ぐらい使ってる、今のやつ。買って、ニンニさん、アンドロイド2年だったら交換してるけど、ポンさんまだ6使ってる。2年で交換か。え、まだ6なんだ。そろそろでもなんかガタ来てるでしょ。配信者の使い方が荒いのかな。ポンさん来てるね。え、買い替え時かな。今調べたら、iPhone XR、 iPhone XR っていうのかな、あれ8万ぐらいなんだね。8万6000円って書いてあった。あれ欲しいな。まあ十分使い倒したでしょう。十分使ったでしょう。本望だと思うよ。なんかね、バッテリーが 100% になってんのに、温度が変わった瞬間、部屋の温度が高くなったからバツって切れたと思うの。なんかね、温度差ですごいやられるんだよね。部屋の温度高いじゃん、そう、寒いじゃん。それで多分バツって切れたんだと思う。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、めちゃ落ちますね。落ちるね、今日ひどいね。最近ね、ゲームやってても落ちるから、あとカクカクってすんの。だからちょっとやっぱ買い替え時ではあるね。おはよう。おはよう、みーすけ。アンデレラとサメちゃんの彼女さん、女の配信者も怖いわ。ん？女の配信者も怖い？なんで？いやもう配信者もうクズばっかりだよな。本当のクズだよね、本当。金引っ張ってこんなん、小好きなんて可愛いもんだよ、本当。まあ素直だもんね、俺らなんかね。ゆうすけさん、タバコ吸いながらのストレッチとは斬新。ああ、不良だからね。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、ツバにヤウトエルマルが嫉妬してる感じの配信見てられない。
ベルマル、何が嫉妬してんの。いや、見なきゃいいと思うよ見てられないものは見なきゃいいと思うよ。見なきゃいいよ。ピピピピヤンデレラアットサメちゃんの彼女さんワドさんの落ちたからたまたま見たの。あ、そうだったんだ。ロリコアット銀河さんわかる、怖いね怖いねっつって。エルマルって誰。あー、パルパルの彼女か。大敗。え？じゃあストレッチだよ。全身ガッチガチだ。ひってえこれ。シャドウしたらバキバキバキっつったもん、腰が。整形しない方が良かった。結局化粧でごまかしてるだけやし。息止めないで。あちゃんさん明けおめですわ。ドさん太ったのかな。おー、太ったよ。今回痩せるから、65キロまで試合までに仕上げるから。息止めたらダメ。 OK。モンさん大敗はこっち側でないとわからないのかも。 W リンゴさんライラと話し合え。え、ライラと話し合え。だ、なんで俺が、なんで。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、私はモンちゃんみたいな女性の肩がまったりしてて好き。バチャンさん何してる。小枠開いたら裸でびっくりした。腰が切れないよ。パンパンだよね。パンパン。8切れんばかりでしょ。パッツンパツンだよ。そういうお土産人形ありそう。え？土偶人形とか言わないで。あ、太もも褒められるんだよね、結構。太ももがすごい太いって。おじさん相撲取りだし。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、配信者って太るって言いますよね。太るよ、だって座ってね、甘いもん食って酒飲んで。あちゃんさんお腹気持ちよさそう。 W ニンニさん、腕立て100回はできるようにしとかないとね。腕立て10回もできない俺。あ、5回。姫さんおはようございます。おはよう。あちゃんさんお相撲、金魚姫さんあら素敵。ニンニさん60回できるよ。え、60回できるの。ニンニパワー系だな。いやもう体錆びついて肺と心臓痛かったよ今日。これはやばい。体バキバキバキっつったもんね。バキ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 っつったから。これはまずい、ほんと。ニンニさん60回毎日やってるよ。適当やけど毎朝やってる。へえ、すげえな。もうリハビリからだね、リハビリから。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、テルちゃんピンの配信見たことありますか。
あんまり、まあテルと絡みあるけど、あんまたまにちょい見るぐらいで、ずっとヘビーには見ないな。5分ぐらいとかだ。たまに挨拶するぐらいで。あそこだって黄色いコメントばっかりなんだもん。男誰もコメント書いてないし。ニンニさん、いきなりやると身体痛めるから、そうやって今のうちからやるといいよね。そうだね。もうゆっくりゆっくり体ほぐして体重を落として、もう全身ガッチャガチャに硬い、しなやかにしないと。キルアさん、パンチ打つときは横こいちゃダメだよ。横向かないよ、ほら。もうそれは去年強制できたよ。サメちゃんの彼女さん、アイテム投げなど、あの原田さんに教わった、これやってるから。これ原田さんに強制された。ね、ここを持ってこうやってやって、こうやってこうやってトレーニングしちゃって、そう、こうやってこうすれば顔が動かないから、コマみたいに動けるようにこうやって素振り毎日やってるね。来てる、うん、てはまあ基本な、いや直樹兄さんの時に体重増量して体重落としてないからやばいね。太りすぎ。人生で一番デブって73キロ。おい、シャルリンはどつ。クモモンさん、お腹がボヨボヨしてる。 W 腹ボヨボヨだよ。だから何キロ落とすんだ。8キロか。8キロ減量。シトルリン、シトルシシネさん、ダンシングベイビー枠じゃないですか。ダンシングベイビー山崎宏生。あれ面白いよね、山崎宏生。山崎宏生のあのダンシングベイビー大好きだったんだよ。シトルリン、シトルシネさん、カンコピアショー、うん、ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、ハチハケッケウカライネノリコアット銀河さん、わらわらわら。8キロ、いや俺全然大丈夫だよ。俺痩せんのは結構簡単にできるから。だから問題はその脂肪だけ落として筋力上げないといけないから、体重だけ落とすダイエットとはちょっと違うから、まあ多分普通に食事減らして運動してれば減ると思うよ。まあただの不摂生だからね、俺の場合。ニンニさん、筋肉つかないかんからね、それが難しい。筋肉つくよ俺全然。結構ここを褒められるよ。そう、結構ねここがね発達しやすいんだよね。ここだけ異常に発達するでしょ、うん、筋肉つきやすい方だから多分筋トレしたらすぐつくよ。太りやすい人はね筋肉つきやすいんだ。ただその筋肉いらないんだよね、その格闘技。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、女性の生理は食欲が辛いから、ね、男性は、ね、生理あるからね。これ筋肉筋トレしたらすぐつく。だ筋肉じゃないんだよ。与太郎さん、ホモビの撮影か。え？ホモビの撮影じゃないよ。シトルリン、シトルシシネさん、腕、肩、胸は結構筋肉質なのにお腹だけなぜしょう。ニンニさん、その前に大量つけないと5分ぐらいは動き回れるぐらいにしとかないと。いやいやいや、
4分間3ラウンドフルで動けるようにしないと。そう、4分間を3ラウンド、そうすれば2分2ラウンドいける。だ3分5ラウンドとかフルで動けたらまあいけると思うよ。それくらいが目標かな。もうほんとフルラウンドで動けるっていう。でその体力作った上でその体力配分をどうするか。シシネさん、格闘技の試合みたいに契約体重ってあるんですか？捨て頃。あるよ、あるけどガバガバだよ。ベンゾさんが体重計持ってきて、オムロンの3000円ぐらい体重計持ってきて、乗ってっつって、大丈夫っつって、もうほんと適当だよ、大丈夫大丈夫っつって腹立つよ本当に。で契約上10キロの幅だから、もうねガッバガバ頭くるよあれは。さすがにクモモンさん WWW、 いやもうほんとオムロンの体重計取ってつけたように。ザルダの AM だってさ、そんなさ体重がずれてたってさ、向こうやる気満々じゃん。だからもうそんなのガバガバ、ただ乗せるだけ、乗って乗ってっつって、でメモとか取らないで、うん大丈夫大丈夫っつって終わり。儀式的にやんの。あれ腹立つよな。シトルリン、シトルシシネさん、じゃあ重い体で作った方が得ですね。いや、そうとも限らない。そうとも限らない、一概に。あのね、体重重い方が有利っていうのは、あのプロアスリートの筋肉の量の話なのよ。あと減量極端にやるでしょ。素人の場合は体が一番切れる重さでやった方がいいと思う多分。だからあのプロとかって、その本当にパンチミリ単位で計算して体骨まで削るのよ。だから厳密にやんないといけないけど、みやびさんと俺だったら身長俺の方が高いから、あの体が切れてれば一番いいと思うよ。スピードマックスでパンチ力一番上げられて、だからね、体重増やそうとするとあの動けなくなるから、いや簡単に言うとあれデブらせてるだけだから。もちろんパンチ力は上がるんだけど、スピード落ちたら意味ないから。シトルリン、シトルシシネさんがそうか、スピードに関わってくるのか。そうなんだよ。で直樹兄さんとか極端に身長高くて体重が10キロ以上離れてたから、あれはさすがに上げないと吹っ飛ばされる。まああんだけ体重上げてあの走ったのに吹っ飛ばされたじゃん。実際パンチ一発でボーンって、効いてないのにゴロンって倒れたでしょ。あれが体重差ってやつね。あれだからさ、普通に歩いてたじゃん、もらった後でもあんだけ派手にすっ転んでも、あれやられちゃうんだよね。パワー負けしちゃうの普通に。だってブロックして吹っ飛ばされるんだったらどうすりゃいいんだよってなるじゃん。だからコーナー背負ったのよ、後半効いてなくても転ぶから。危ないあれ、こんなにパワー差あるんだと思ってびっくりしたもんね。直樹兄さんパワーすごかったな。3パンチされてどれだけ耐えられるか、身体鍛えないとね。いや、パンチされてっていうよりもパンチをさせないっていう感じかな、競技的には。もちろんその打たれた時にその打たれ慣れておくこともすごく大事なんだけど、基本的には打たせずに打つっていう、そのパリーとかブロックとか、そうクリーンヒットなくスパスパってこうかわしながら。だからメイウェザーとかもやってたのが、こうやってこうやってパンチ打つよとか、これずっとやってたでしょ。こう打つよ打つよってやるの。コロヨシさん、ワドさん、おはよう。そう、騙しないでよ。おう、コロミー、おはよう。おう、サムネ変わった、可愛くなったじゃん。コロミー最近が放送めっちゃ頑張ってるよね。
今年もよろしくね、コロミ。コロヨシさん、こちらこそ今年もよろしくお願います。キルア3ブロックよりディフェンス教えてもらった方がいいよ。ブロックもディフェンスだけど むしろ代表的なディフェンスだけど、ブロックは一番最初に襲われディフェンスだけど、どうした。ブロッキングは超基礎中の基礎だけど、出たコメント世界チャンピオン来た。ヨシさんはドサン見たくトークスキルないから話題性ゼロ。いや俺話題性なんかないよ。サメちゃんの彼女さん、ローソンのブランパンっていいねかな。あれはいいよ、すごくいい。パワーで吹っ飛ばされるよ。あ、まあそうだね、パワーさあると。もちろんもちろん、だパリーとステップワークね。まあ正バックとか本当は良くないと思ってるから、俺は自分が反射神経ないから、ダッキング、ブロッキング、まあパリー、その3つかな。仕上がってるよ。俺が最強だ、みやび絶対負けないかんな。仕上がってるよ、負けないよ。捨て頃出場選手の中で一番いい体してるから。コロヨシさん、わらわらわら、金魚姫さん、わらわらねえビースケさん、頭も仕上がってる。 W そうだよ、全部仕上がってるよ。ヤンデレラーってサメちゃんの彼女さん、リンザどうなったのかな。
ハピネスアットなちゃん推しさん和道先生はどつ、ナタラージャさんおはよ、おはよう。アイワードツー。便座いい感じだよ。見る？びっくりするよ。今固めてるところ。夕方にヤスリがけするから。かっこいいでしょ？2、3みたい。すごいでしょ？これが今上もう一回コーティングしてるの。で、今日の夕方あたり固まるから。固まったらもうヤスリがけブワーってして、ピカピカの便座くっついたよ。いいでしょう、透明の赤。金魚姫さんかっこいい。直した。ゆうすけさん、三倍中吉が出ました。中吉ありがとう。小吉ありがとう。小吉が出ました。いいね。ゆうすけさん、小吉ありがとう。小吉が出ました。ありがとう。ゆうすけさん、中吉ありがとう。が出ました。ゆうすけさん、ゆうすけありがとう。小吉が出ました。ありがとう、ゆうすけ。ゆうすけさん、一倍小吉が出ました。小吉ありがとう。大吉出ねえな。三倍大吉来い、大吉来い、そろそろ来い。中吉ありがとう。小吉か、大吉来い、大吉来い、大吉来い、大吉、大吉来い。終わりか。今日かよ。メガホンプレゼントありがとう。運勢だね。小吉、クソ。終わりか。今日で終わったか。強率高えな。ちょっとみんなちょっと大吉ちょうだい。俺に大吉をプレゼントして。大吉。悔しいぜ。今日ばっかりなんな。大吉全然出ねえや。なんもないよ。運勢占ってるだけだよ。運勢を占いつつ俺がお小遣いを稼いでるだけだよ。強率高いよね。金魚姫さん強率高いね。お金もらえるよ。お金になるならあげる。半分もらえるよ。50円もらえる。いいね。50個プレゼントしました。ちゃんと入るよ。50円入ってる、入ってる。10個プレゼントしました。ちゃんと入ってるよ。大丈夫。一発半分は入ってるよ。さんハートをありがとう。延長代ありがとう。もアイテムは全部半分入るよ。風船とか以外、風船とかは全部 40% 入んないけど。ういちゃんめぐおはよう。今年もよろしくね。いいといい一年にしようね。一緒にね、最高の一年にしよう。大凶かよお前、ふざけんなよ。もう大凶何発目だよ。ふざけんなよマジで。10発目ぐらいだよ。おかしいだろ割合。いや今エフェクトかかったから来たと思ったけど。中吉ありがとう。
シルチありがとう。いや大凶ほんと腹立つんだけど、強率高すぎるよねここ。ありがとうチャンメグさん、たくさん大吉来い。あーニンニもありがとう。強かよ。うわ来た来た、大凶かよお前、ふざけんなよマジで。なんだよ腹立つわ本当に。大凶率高すぎるよ。シュクシュありがとう。いやもう腹立つよねこれ。エフェクトバーンってくるから、来た大吉と思ったら、また凶かよ。大吉は、いや全然来ないんだよほら、来ないでしょ。 大吉また凶だよほら、おかしいでしょこれ。ありがとうニンニ、チャンメガありがとう。いやみんなやってみ、本当にマジで今日しか出ないから。ほら今日ニンニ今日でしょ、ほら今日、ほら来い来い、エフェクト来い、もうほら今日じゃん。ひどいだろこれ、ひどいだろこのおみくじ。大吉全く出ないから、ほら出ない。使い切った、ありがとうね。今日3回も出たよニンニ、ひどいでしょこれ。来なかったでしょ、マジ腹立つよね。ほらボン今日じゃん、ほらな、な大吉なんてないんだよ本当に。このおみくじマジなんか年始から気分悪いよな。リスナーも配信者も嫌な思いするんだぜ。うわー来たー、持ってるねー、一発一発。はい、ありがとう。金魚姫持ってんね、金魚姫持ってるよ、来た。でも確率おかしいよねちょっとね、今日今日とバランスが。ほら今日だ、ほらコロミ今日だ、おかしいでしょ。ここだけこんなにひどいんだよ本当に、強率が高いのここね。金魚姫すごいね、小吉とか中吉は出るんだけど、おーコロミ10倍大吉やるじゃん。中吉おめでとう。おコロミやる、お出た出た、小吉、小吉ありがとう。お来た来た来た、確率変動だ、確率変動。ねえ大凶エフェクト2回だもんね、チャンメグね。ほら今日に偏ってきた、またほら、ありがとうコロミ、たくさんありがとう。ほら腹立つよなこれな、もっとさ大吉多めにしてくれよっていう。金魚姫いいね、吉多いね。何なんだろうこれ、なんかアンチコメントとかじゃなくて今日とかって運の問題じゃん。おはようございます、まるまるさん、おはよう。うん、おー3倍中吉ありがとう。向きになるよね、なんか。いやでもいいじゃん、もう 大吉拾ったからコロミは、もうそのまま金魚姫と大吉はもう運勢いいままにしといた方がいいよ、運勢いいままに。でも今日が半端ないんだよね、なんでなんだろう。三向きになる、その通り。ショー、いや引きたくなるよねなんかね、今日とかやだよね、今日とか。よいしょ、桃伸ばそう。クモモンさん、男性って体硬いよね。え、俺体カッチカチだよ。練習始めたの？体カッチカチ。練習はしない今回。一切の練習しない。糖尿病改善してるだけ。病魔と戦ってるんだ。
っちの方が張ってるな。よし、終わり。ほんとこの人は体硬い。俺は特にガッチガチ。ほんとにひどい。俺の体は笑うぐらい硬いよ。ほんとよく今までこれで怪我しなかったよな。もう不思議なぐらい硬いかんね。ひどいよ、ちょっと俺の体の硬さは。ガキの頃からカッチカチなんだよね。てか、ミヤビリスナーとかこっち来んのやな、気持ち悪いな。ミヤビリスナーとかいらないから。やってないから。ミヤビサムネとかもクソ寒いから来ないで。ここは和道サイドだから、和道サイド、和道応援団の面々しか入れない放送だから。今日はみんな休み？クモモンさん、ワドさん、気になってたんだけどさ、捨て頃1と2で別人のようにキレが違ってたけど、大輝く何が違ったの？ジムに通った、間違いなく変わったな。ジムに通った。いや、練習の量が増えたっていうわけじゃなくて、プロボクサーに教わったっていうのがでかいと思う。ジムに入門してプロの人にパンチを教えてもらったっていう。だからやっぱりその誰に教えてもらうのがすごい重要なんだと思う。違うよこうだよって、なんかその映像を見ただけで思い込んでるのと全然違うの、やっぱ体の使い方が。例えばもう本当に握らないの、こんな感じなの、グローブの中。びっくりするでしょ、こんな感じだよ。でこうズドンって殴るっていうイメージじゃん。って違うの、スワッてこうパンって最後ガンって握り込んで、こうね、ここの点でこの2つでバチンってこうタンってこう、なんつうんだろうな、うんとね、素人は線で考えるから、こういう線の軌道でこう倒すイメージなの。素人の人はこう押すっていうのかな、線で押すっていう。でもプロボクサーは点なの、このここでこの顎先をチョンって揺らすだけなの。本当になんつうんだろう、パンって 点でこう一手をパンって打つっていう、パン、そう。だからここカンってこうなんつうんだろう、本当に軽いんだよ。軽いって言うと変だけど、脳を揺らすだけの作業をやんの。こう脳みそを揺らすだけのこと考えてんの。もちろん違うハードパンチャーって言われてる人もいるけど、基本的なボクサー全員そう。うりゃーっていうパンチじゃないの。もうスパンカンカンスパパパンってこう。だ、脳みそ揺らすゲームなんだよ。脳みそぶっ壊すゲームだから。要は相手気絶させたら勝ちなの。気絶っていうか、もうグラグラするのね。要は脳のコントロール奪って体が動かなくなったところにズドンなの、最後ズドン。もしくは脳を揺らさないズドンじゃなかったら、フェイントうまくこうフッ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 って頭とか肩とかでフェイント入れてズドンっていう、そう、一発で仕留めるっていう、この2パターンじゃない。まあどっちにしろもうわけわかんない世界だよ。あとやっぱり1と2のつながりじゃん。だから2は2年分じゃん。
ワンは1年分じゃん。ほら俺スポーツやったことないから、だからその差だと思うよ。積み重なったものが2に出たっていう、1の分もだんだん分かってきたっていうか、そういうことじゃないかな。あと俺がキックボクシング苦手だっていうのもでかいと思うよ。そうなんだからありがとう。俺キックあんま好きじゃなくて、キック系の試合あんま見ないので、ボクシングばっかり見てるから、ボクシングはもともと好きなの。試合よく見てたのはボクシングだからさ、うん、ありがとう。だから3また上手くなったらいいよね。また上手くなってんじゃんってなったら面白いよね。そこも見どころだもんね。まあ、一番下手だった分、上手くなってるよって言われた。今日やたら鼻かむけど風邪ひいた。いや俺ね、感温性鼻炎って言って、温度差でね鼻炎発症するの。超アレルギー体質で、温度でもアレルギーが出ちゃうの。まあ冬にこの格好だからな、そりゃ鼻かむだろ、寒いだけだろっていう。金魚姫さんさっき走ってきたからか。そうそうそう、金魚姫さんならよかった、うん、大丈夫だよ。今のみやびの体重78キログラムくらいだって。俺より5キロ重い、うん、ナイス情報、ナイス偵察、偵察部隊も頼むよ。でも俺より身長低くて78キロ、筋肉量多いんだろうな。筋肉量が多いんだと思うよ。ガタイは向こうの方がいいから、もともとキックやってたしね。まあ負ける気ないよ。いや今回本当にフルボッコボコにしてやろうと思った。ナイスナイスボーン、ナイスボーン、いいね、いいよ。まあ向こうも、俺は65、キレッキレで63キロ。一番痩せてた頃が中学2年生のもう部活入って3ヶ月間だけ、もう毎日何キロも走らされた頃が何十キロ、20キロぐらい走らせてゲロ吐いてた頃が62キロ。いやキレッキレで62キロなの。腹筋割れてたもん。人生で初めて腹筋割れたのがその時だけ。でもまあ65まで落としたらまあ動ける方っていうか、だから覚えといてみんな、65キロから63キロぐらいの幅が俺のベストだから。こっちはバンバン吸ってやっから、バンバン吸ってやっから。ナイス情報。モンさんタバコは絶対やめないよね。 W やめないよ、練習もしないよ、一切練習しないから、うん、髪の毛伸びたな。前髪作ろうかな、どうしよう。なんか今すだれヘアが流行ってんだって。ここをなんかこう、なんつうんだろう、野獣さん栄養士、こう透けるのが流行ってんだよね、うん、透けるのか。ポカリスエットの粉欲しいな。ポカリの粉だけ欲しい。粉ポカリ、
スポーツアートは薄めのポカリが一番なんつうんだろう、回復が早い。水でも脱水症状抜けないんだよね。少し甘い、ほんのり甘いぐらいのポカリが一番回復する。アマゾンであるよ。星もリスト入れようかな。粉ポカリが俺好きで、粉安いし。入れたら買ってくれる？っていうかお米届いたんだよね。多分ね、甘ギフ開封すっか。お米が届いたんだよね。開封しようぜ。さん入れて送るから。多分ね、これ米でしょ。開封するぞみんな。開封枠だ。ギフト開封枠。さあ今回誰でしょう。これ多分ねお米だよ。開けまーす。カロリー低いし。開けまーす。わあお米。ありがとう。ご飯届いた。つや姫ありがとうございます。お米5キロ届きました。ありがとう。助かるぜ。リンにさん誰から？本名だな。これ誰だ？これ誰だ？本名だからあれだわ。特にメッセージはついてない。これ本名は読み上げたらまずいから。ありがとうございます。お米くれたリスナーさん、ぜひ LINE ください。お米送ったよって。お礼のメッセージ送りたいんで。そう、本名なんで読み上げらんない、誰だかわかんないです。お米ありがとう。お米ありがとうね。ありがとう。いや、助かるよ、5キロ。ありがとう。つや姫大好きだから。ありがとうございます。いいね。配信者って感じだね。お米。生活が潤うね。潤うよ。お米で 2,3 円するからね。クモモンさんは予算の体の一部になるね。そうそうそう、俺の血肉になるから。延長します。よいしょ。バーガーをありがとう。バーガーありがとう。サンキュー。ボンありがとう。ボンさんいいねを10個プレゼントしました。ありがとう。ボンさん風船を10個プレゼントしました。ボンさんハートをプレゼントしました。知らんけどさん1倍よ窓を早う。おお、ありがとう。知らんけどおはよう。ありがとうね。おはよう。今日何曜日だろう。まだ3日だもんね。まだ正月だよね。お借り見たらまとめ買いでお値打ちなのあるね。ある、なんかあるでしょ。なんとかパックみたいな、なんか
ポカリ粉、粉が一番いい。あの薄められるから、もうケースは買ってあるの、そのペットボトルは薄める。あとあれだな、スポーツウェアが欲しいな、インナーが。なラッシュガード、安いやつ。前後のまとめ買い、あ、OK、後で追加しておくね。2000円ぐらいで、2000いくらのがあるはずなんだよね。 OK、ありがとう。ドラミちゃんさん、おはよう。寒くないの？寒いよおはよう、寒いよ、おはよう。もちのロンで寒いね。着てたあのかっこいいラッシュガードはどこ行った？いや、あれあるけど、なんかあれは着ないかな。あ、まだあるよ。なんだ、人体模型って言われてるやつね進撃の巨人って言われてるラッシュガードね。あるある、ここにある。今日何しよっかな。今日もダラダラでいっか。まだ正月だし。ニンニさん、アマゾンにラッシュガード2000円から3000円前後であったから、うん、それも追加して。オッケーオッケー。了解です。ニンニ、ありがとう。のりこのものが増えてるな。のりこ棚を作らねえとな。のんさんが私物を、なんか化粧品ばっかりだな、もう本当に。すごいことになってるよ。のりこグッズが。なのに俺と会うときは化粧してくんないかん。わけわかんねえよ。あと靴下買い替えよ、穴開きそうだから。靴下買い替えよ。靴洗う配信やってもいい？新年あれなんだけど、靴洗いたいんだよね。靴ゴシゴシしてもいい？靴そろそろ服着るか。モンさん、洗いましょう。靴洗っていい？3足洗ったらダメだから2足洗うか。お靴洗います。そしてズボン履きます。いい子だからズボン履きます。ゴシゴシ配信。
この2つ洗うわ。この2つコンバース。膝痛えな。この靴が一番お気に入りかな。カンフーシューズみたいなコンバース、これすごくいいよ。あのスリッパみたいに履けるやつ。ミニ三定期アマギフのお米が届きました。スターロムラインどちらかでいいので連絡ください。本名で届いてるので誰かわかりません。ステーキありがとう。まあでも小手半書いてないってことは匿名でいいんじゃないかな。もしかしたら別に見返り欲しくない人かもしれないし、わかんない。お礼はでも言いたいよね。うわ何代表かよ、ふざけんなよ。なんだよまた代表かよ。もうやめて代表。中吉ありがとう。腹立つわ代表マジで。エフェクトだけ壮大だからね。エフェクトだけはもうなんか招き猫クラスなの。びっくりする上になんか代表、いやこれやんこれだな。腹立つわ代表。これ革靴じゃない、スニーカースニーカー、コンバースだよ。洗わない？マジで？スニーカーって洗うよね。洗わない？俺ガキの頃から洗ってたけど、洗わないもんなのかな。俺だけ我が家の風習感なのかな。めちゃめちゃ洗うけど、ガキの頃から。熱い熱い、なんだよ。
通洗うよね。あ、そう。あ、そうなんだ。洗わない派多いね。マジか。我が家だけなのかな。猫のメさんはどう、おはよう。おはよう。今日は休み。仕事か、大変だな。スニーカー以外洗わない。スニーカーの話をしてるの。スニーカー以外の話をしてない。から汚れないんじゃない。あ、スニーカー自体履かないのか。あ、それはあるかもしれない。なるほど。いや、わかんない。男性もスニーカー洗わなくて、我が家の風習なのかもしれない。スニーカー履いてる人多い？スニーカー女子かわいいじゃん。俺、スニーカー履いてる女子好きで。これ5000円とか6000円とかだよ。安いのは3000円とかあるよ。高いかな。もう高いイメージないけど。1万ぐらい。ああ、いいやつだね。いいやつは3万とかするからね。最底辺クラスの危険だから、ザ・貧乏だ。家賃って収入のいくらぐらいかけるのが普通なんだろう。最底辺の家ですよ。あ、最底辺はもっとあるかもしれないけど、
最低編クラスだよね。お坊さん最低編は風呂なしじゃねえだろ。ああ、でも風呂なしの物件って今あんまりないと思うよ。さすがに共同とか洗面共同とかあんまないでしょ。あんのかな。おしロビー星さんはどつ今年。ああ、ロビーはどつ今年もよろしく。いい年にしようね。一緒に。あどつ。ビンに三本もあってあれだけうまく使ってるからいいと思うよ。うん、いやでも狭いよ。断捨離しないとね、断捨離。あ、これで30分ぐらい置いとくか。30分ぐらい。歯磨き粉でやると綺麗になるんだ。じゃあ布の部分の足汗ばんでる臭くなってるから匂い取りたいんだよ。要は汗が染み込んで臭いんだよね。それを取りたいの。そのスニーカーのゴムの部分綺麗にしたいわけじゃなくて。星さん頑張る人にお年玉欲しい。え？うわ、なんか来た。ありがとう、花火ありがとう。うえーす、花火ありがとう。お年玉あざーす。やったー、お年玉ありがとう。うえー、ありがとうございます。ありがとう。最近ツイキャスも始めたからみんなツイキャスもお見逃しなくね。ツイキャスも始めたから頑張る人にお年玉ありがとう。ファンタスティックじゃん。ファンタスティックありがとうございます。やば、ありがとう。ファンタスティックだったの。11個だから1個お得じゃん。やった、すげえ。3割なんだ。ロビーありがとう。ロビー花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ドンチキ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 ポッツポッツポッツ、ありがとう。よし、靴洗ったでしょ。30分後、100分だね。それ油水で干そう。油水で干そう。やべえ、マジでお年玉がっつりもらっちゃったよ。グヘヘ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 。いいね、いい感じだね。みんな優しいね。やっぱお年玉ってことは多分子供なんだろうね。多分ね、でっかい赤ちゃんだと思ってんだろうね。よいしょ。あー、コーヒー飲みたい。どうしよう、コーヒー飲もうかな。コーヒーもう1本飲んじゃったんだよな。1日これ4本飲むのダメだよね。いや、めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。なんか最近はね、結構ね、あの安定的にねアイテムいただけてるんでね、最近怒鳴らないでしょ。花火投げろバカ野郎って怒鳴らないでしょ、うん、楽しく放送やってるから。愉快な仲間たちと。星ロビ星さん赤ちゃんとは思ってないわ。わらわらわら。赤ちゃんがライバルだからね。
もモンさん忘年会ぐらいから流れが変わった。そうそうそう、まさにそう。忘年会でちなみさんが爆投げしてくれたあたりからみんなくれるようになった。インスタントまずくない？だったら米引いて入れた方がよくない？もうインスタントのコーヒーのまずさ異常でしょあれ。インスタントコーヒー飲むヘッシュ、インスタントコーヒーヘッシュ、インスタントコーヒーとコーヒーは別の飲み物だと思う。なんか豆を引いたちゃんと香りのあるコーヒーの味が好きなんだよね。リョンタロスさん、セブンのコーヒーがコスパいい。セブンの100円のやつでしょ。まあまあ美味しいけど、うーん、どうなんだろう。俺はあんま好きな味じゃないで。さん、変な酸っぱ苦い味しかしない。うーん、そう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 。なんか劣化コーヒーだよね。インスタントコーヒーは俺は飲まねえな。でも豆引こうかな本当に。そう、経済的に良くないよね。コンビニで買うよりかはまとめ買いの方が得だよな。うーん。コンビニツが自販機限定のやつは自販機で買ってんだけど、豆引こうかな。作り置きが大変だけど。うん、細かく豆引いてパックに入れて2日間水出し。インに3甘ギフでも送れますよ。ショー、いや、ちょっとね。カズさん、今年もよろしくね。うわー、グレートカズ、花火花火カズ、グレート花火ありがとう。うん、猫の目さん、花火ののありがとう。お年玉ありがとう。サンキュー。クモモンさん、ゴミクズ www、うん、ゴミクズ88888。しげぞうさん、わらさん、風船をプレゼントしました。あ、しげぞうさん、ありがとうございます。誰だよ。しげぞうとか知らねえ。ありがとうございます。どうもどうも。今ね、散歩行ってきて汗かいたからストレッチして、で、まあ裸ご裸だね。うん、すげえたくさんいただいちゃったよ。ありがてえ。ありがたす、ありがたす、ギザありがたす。ひとんさん、風邪ひく。風邪ひくね。服着よ。ああ、寒い。服着ます。がないんだよな、どうしよう。猫の目さん、花火ののす星パチ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 、クモモンさん、すごい花火ラッシュ。うわあ、花火ありがとう。サイレント花火ありがとう。曲名さん、花火ありがとう。あざーす、あざーす、みんなありがとう。 Thank you。 風邪ひくね。タートルネック欲しいな。おぼさん、そのユニクロのパンツ俺も持ってるわ。俺ユニクロ、全部ユニクロのパンツだね。パンツはユニクロのエアリズム、昔のシルキードライってやつだね。シルキードライ1000円でちょい高いけど、なんかブランドもんとかに卸してる生地ですごくいいんだよね。あのブランド品だと5000円とかするけど、完全にあのユニクロ卸しの生地だからね。あれ特許取ってる。カズさん、へし、え、匿名さん、え、見えない内緒の花火って言ってるから本人が失敗してるじゃん。そこは知らないふりしてあげて、カズ。本人
本人は内緒の花火って言ってるからバレたくないんだねえ。 iPhone XR がいいらしいね。はいしって、あやべ寒い。おはよう。もうぶっ壊れてるよ携帯電話、ぶっ壊れてる。マジで困った。はいし、匿名にねチェックボックス入れるとね匿名投げられるよ。オッケー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 。まず、そういうことか、間違えちった。あ、いいよいいよ、全然数、あ、っていうか嫌よだから読めなかったんだよね、コメントがね。俺しか読めなかったんだ。だ間違えてないわ、数は。天気いいな、今日。やば。快晴。今日何しよっかな。便座を直すのは夕方でしょ。靴磨いて干すでしょ。何やろっかな今日。夕方も散歩しようかな。どうしよう。カズさん、正月から便座直したりはどう？リズムすごいな。いやもう本当にクリスマスだろうが正月だろうが毎日が休みだから、毎日が平常運転だから、いつも言ってるけど。丸さん、思い立ったら吉日アイコなくさに変えちゃえた。おお、いいじゃんいいじゃん。匿名にチェック機入れても、いや金が金欠わかるのかな。金欠、丸さん変えちゃおう。匿名チェック入れても俺だけは分かるね。俺は分かる、リスナーさんは分かんない。匿名チェック入れたら生えちゃいたいけどね。高えんだもん、8万とかすんだぜ、さっきサイト見た。8万6000円だって。これが確かね6万ぐらいだったような気がするんだよね。値段バンバン上がってるよ本当に。まさきさん、和戸くんもリスナーにお願いしよう。いや無理だよ、リスナーさんに負担できないよ。でもコツコツ、もうぶっ壊れるまで、もう壊れ始めてるから、もうそろそろだよ。まあ3ヶ月は持つと思ってる俺は。ただいよいよやばい、充電器挿してるのに充電切れで落ちるから。最近は外配信ができねえこれ。まさきさん、和戸くんならできるよ。でも叩かれるじゃん。あんまりなんか小じき小じきしてる配信今年はしないって決めてるからさ、みんなと楽しく過ごすのがテーマだから、もう花火くださいとかアイテムくださいとか言うのやめようと思って。原点回帰だね今年は。単純にリスナーさんと配信を楽しむっていうのがテーマ。もうバブル終わるよ、こんな100万200万とか1億とか稼いでんの終わる。無理してさ、色恋配信者が金引っ張ってるだけだから、もうリスナーさんも目が肥えてきたもん、だんだん。だから本質的に面白いやつが勝つよ。ルナがバサン FX 配信者が騒ぐから目が覚めちゃった。明けおめ監督、明けおめ、うなかっぱさんいらっしゃい、よろしくお願いします。今年もよろしくね、みんなフォローしてね、ツイキャス、 YouTube、 Twitter の3つフォローして、もちろんふわっちもツイッター今年力入れてるんで、ツイッターとツイキャスと YouTube とふわっちの4つフォローしてくれると嬉しいっす。力貸してください。一人がフォローしてくれるだけで本当にね、すげえパワーになるから。今年は頑張るよ。3年ゆっくり休んだから、気合い入れてこうと。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、色恋の話でたんですか。いや色恋の話っていうか、色恋配信者が多いっていう、
でリスナーがそれでもうこんなの配信じゃないって気づき始めたの。まあまあやってるだろうけど、俺キャリア契約できないからドブラックだから、だからもう一括で買うしかない。契約できないもん、どこも au ソフトバンク。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、テルちゃんピーマクはアイテム投げないとコメントできない雰囲気になるよ。これはまあ昔から言われてるよね。金持ちリスナーしか見れないテルの枠は。あくまで俺はチップだと思うけどね、アイテムは。だから配信者が投げてくれとかダメだよ。ねえ、ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、それって本当の配信かなって思いました。まあスタイル、人の配信には口出すつもりねえけど、俺はなんかあんま好きじゃねえな。なんかやだな、いろんな人に見てもらいたいし、いろんな人と出会いたいからねえ。楽しいじゃん、いろんな生き方があって、いろんな職業があって、いろんな経験があって、ね、それぞれのね、辛いこと、楽しいこと、悲しいこと、いろんなことがあって、そうそうそう、人生全部ネタだから。そう、金持ちだけじゃ世の中回んねえぞなあ。じゃあね、貧乏人もいて、頭いいやつがいて、バカがいて、イケメンがいて、ブサイクがいてね、デブがいて、痩せてるやつがいて、普通のやつがいて、いろんなのがあるから面白いんじゃん。それが分け隔てなく同じコメント欄にいるから面白いことが起こると思ってるから。そう、まあ最後に笑うのは誰かだよな。最後に笑うのは、目先の金追いかけないから。あさこさん、配信者は基本クズだけど、ワドハリーメっぽいな。違う違う、あさこさん、それは間違い。俺はその辺の配信者より毒舌だから。ここにいるみんな知ってるよな。俺は生粋のクズだから、いいやつじゃないよ。それは間違い。ただ俺は一個だけ約束する、俺はクズだし、バカだし、アホだよ。だけど俺は手のひらの中に隠さねえから、 I am クズって言ってるから、クズなのにいいやつのふりしてるやつが許せねえっつってんの、わかる？俺はクズなの、本当にクズだけど、クズだよって言ってるから、クズな上でみんな付き合ってくれてんのよ。クズなのにね、自分は本当はすごいんだとか、いいやつなんだっていうふりをしてるやつが許せないんだよ、わかる？あさこさん、この感覚よ。クズならクズで突き通せよって。クズで何が悪いんだよって、いい格好しいすんなよ。いいじゃん、バカでクズで愚かで中卒で発達障害持ってて、片親で、元ホームレス&生活保護で、ねえ。で、人様にさ、バカだなこいつって言われてなんぼなんだから。
ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、てるちゃんぴんは2900万稼いだとか言ってたのに、この前ツイキャスの配信で3000円しか持ってないって言ってた。そうなんだ。もうてるちゃんぴんが金持ってないとかブラックジョークにも程あるだろ本当に。俺の財布のリアルなの本当だからね。ガチガチにリアルだから。ド貧乏だよ、ド貧乏。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、それで手段になってたよ。ストレス溜まってんだろ、テルも。もうさらけ出してクズに戻ろうぜ。長く続かねえぞそのやり方。自分に嘘ついて生きてたら心壊れちゃうよ。昔のテルでいいじゃん。一緒に貧乏を楽しもうよ。魂売ってまでさ配信ねやってたら嫌になっちゃうよ。気楽にやろうよね、のんびり、のんびりまったり気楽に。みんなで楽しく。のほほん。30分経ったっけ？もう靴大丈夫かな？30分経ったかな？どう思う？まだ経ってない。何分に洗ったっけ？覚えてねえな。もう10分ぐらいつけておく？靴。あれ何分に洗ったっけ？覚えてねえな。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、サメ島さんが昔のテルチャンピンは可愛げがあったって言ってました。まあね、まあ成功したけど、テルはすげえ結果出してるけど、なんだろう、まあ同じジャンルの職業とは思えないかな、ちょっと今。あ、そういうもんか。まあいいのか、結果出してるから。成功してるわけだし。まあ俺は自分のスタイルでやっていくよ。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、成功しても失ったものも大きいと思う。まあでも色恋が増えたからリスナーさんが冷めた部分あるよね、一回ね。なんだこれって、応援してるっていう気になれないよってなってさ。でもだんだんね、最近、それこそね、去年の末ぐらいからね、やっぱり本当に面白い人に投げるようになってきたよね。目が肥えたんだと思うよ。一回騙されて、リスナーさんが。一回、全部の配信者に振り回されて。ケビありがとう。そう。一回賢くなったんだよ。で、こっから先はね、多分ね、本当に好きな人にしか投げない時代が来ると思うよ。この人に投資する価値があるんだって。この人についてくんだっていう。だからね、最近ね、リスナーが帰ってきてるんだよね。一周回って、何周か回って、やっぱ和道面白いわ、つって。そうそうそう。そうそうそう。
一周回ってね、なんか戻ってきてくれてる。やっぱ安定して面白いわっつって。そういうもんよ。長い付き合いしたいもん俺、リスナーさんと。だから無理させたくないし、無理な金額投げないでって言ってるもん。プレッシャーになるしね、お互いいい関係にならない。期待値が高すぎると。期待値が高いってことは結果よりも期待が大きくなってるわけだから。ねえ、長いよね、ヤンデレラね。ヤンデレラもう2年ぐらい見てくれてるよね。だけどヤンデレラは俺のことフォローしてないけどね、ちょっとびっくりしたけど、そういうとこだよね。ずっと見てる、ずっと応援してるよって言ってるけど、フォローしてないっていう、どういうことっていう。そういうのは俺見逃さないから、あれ？ミノムシさんわらわらわら。どういうことってなるでしょ。ツイッターフォロー、YouTube フォロー、ツイキャスフォロー、フワッチフォローの4点セットをして初めて見てるだから。頼むよ。本当に。頼みますよ、皆さん。ちゃんとフォローしてね。よろしくお願いします。ダメだ、一番大事なことだから。忘れてました、ダメだ、一番大事なこと。一番大事なことを忘れてる。朝おはよう。おはよう。いつもありがとうね。おはよう。靴磨くか、靴磨くっつうか洗うか。みんなおはよう。100名さんいらっしゃい。ツイキャスフォローしてる、ありがとう。ツイッターもフォローしてね。みんなおはよう。おはよう、朝。みんなフォローしてね。おー、明けおめえ、ハンナさん、ありがとう。おはよう。今年もよろしくね。みんなよろしくね。おはよう。じゃあ靴洗います。ありがとう、アイテムありがとう。年取ってくると、だからここは精神的に大人な人が多いの。過激なこと望んでないじゃん。みんなまったりさ過ごすのが楽しいことをゆっくり一緒に共有していくのが好きな人だな。メガホンありがとう、コキンちゃん。平和が一番だよ。大丈夫だよ、ここ病んでる人しか来ないから。心に闇を抱えてる人しか来ないから大丈夫だよ。ハンナちゃんは何？南風ちゃんは病んでない？大丈夫？おはよう、ゆうた。最近調子いいね。頑張ってるね。いや、癒されても、癒されるかな？どうだろう。なんかね、絶好調だね、ゆうたね。ゆうさん、サムネ変えたらもっと伸びるよ。手洗い手洗い。ダイヤさんいらっしゃい。
サムネ暗いね。サムネ超大切。配信者はサムネが命だから。売れる前に今変えちゃった方がいいかもね。まあなんか好きな写真だったらそれでいいんだろうけど、もっと売れるよ、ゆうたは。もっと売れる。ゆうた面白いよね。リスナーさんもやっぱ印象的なサムネつけてる人はやっぱ覚えやすいよ。ゆうたん綺麗なんだから。で、近くに住んでたら撮ってあげたいけどね、写真。ゆうたん都内だったら写真撮ってあげるからね。新宿まで来てくれるなら。女の子はやっぱね、綺麗に写ってるサムネの方がいいよ。サムネはいいんじゃない。うん、ゆうたん伸びるだろうね。来年多分来ると思う。さらにまだまだ伸びると思う。リスナー大事にしてるし。あ、撮るよ、全然。あ、都内なの？撮ってあげようか？マジで。モデルやってくれんなら俺の練習にもなるし。いつ空いてる？全然撮ってあげるよ。まあ全然、リスナーさんも撮ってあげるよ。マジで撮ろうか、ゆうたん。あ、去年の沖縄 iPhone だよ、あれ。あ、じゃあ撮ろう撮ろう。サムネ作ってあげるよ、俺。ゆうたんの。いつ空いてる？サムネも撮ってあげるよ。撮ってほしい人全然集まってくれたら撮ってあげるよ。どうする？サムネも撮る？いや、だってリスナーだって、そりゃそうだよ、リスナーさんから買ってもらったんだもん、カメラ。全然撮ってあげるよ。配信者もリスナーも撮ってあげるからね。俺も練習になるし。あ、あれ iPhone だよ。あの頃カメラ持ってないの。アククローズと。え、何時頃？あ、いいよ、サメも持ってあげるよ。新宿来れんの？300。みんな撮ってあげるよ。来週の水曜、何時から何時ぐらいが空いてる？2時間ぐらいは時間取ってもらいたいね。遠い人はね、新宿に来れない人はちょっと勘弁で。俺もさすがに旅費とかお金がないから、旅費とか出してくれるんなら行くけど、交通費と旅費、宿泊代とか出してくれるんだら、ただそこまでして写真撮るもんじゃないから。最近モデルの問い合わせいっぱい来てるから、和道さんに撮ってほしいって。夕方4時くらいから空いてますよ。夕方の4時ね。スケジュールじゃあ入れちゃうよ。ゆうたんさ、じゃあ DM ちょうだい、俺のツイッターに。あとで細かいスケジュールと待ち合わせ場所と全部送るから。おい、ワドツー、千代子さん。いいよ、撮ってあげる。メイクと服装だけ選んできて。写真撮るように。自分がかっこいいっていう、かわいいとかかっこいいとか、好きなメイクで。千代子さん、成田ではダメ？わら。成田ダメだよ。
ゆうたんさん DM します。うん、DM して後で返信するから。 OK。 リスナーさんでも撮ってあげるからね、全然一眼レフで。ちょっとじゃあこれ干してくるわ。ゆうたんさん冬だからかなりの厚着しちゃうんですよね。いや、室内撮影、スタジオで撮る。室内撮影、室内撮影。千代子さんすごい。了解です。音符ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんはドサン撮影スタジオやればいいのに。撮影スタジオなんていくらかかると思ってんだよ。ゆうたんさんスニーカー洗ってるって偉いですね。千代子さんこれから初詣を行う。お、成田さんかな。行ってらっしゃい。成田さん激込みだよ。スニーカー洗ってる、臭いから。モデルのアルバイトはいらないです。モデルは無料で撮影します。詳しくは配信ヒタードムラインでワド監督に聞いてください。あ、ごめん、あの値段のこととか誤解があるから、あのニーニー、あのそれは提起しないで。ゆうたんさん、うん、匂い、それはダメ。あの全員無料で撮ってあげられないから。そう、ゆうたんとかはもうずっとうちのリスナーとかだから、あのなんだゆうたんとかさ、ちゃんめぐとかは無料でやってあげるけど、全員全員無料でやってあげられるわけじゃないから、うん、南風さん、あらば、いや解放みたいなブスからは3万円ぐらい取らないといけない。さん、わらわらわら、くももんさん、言い方 WWW。 勘違いしたブスが取って取ってって言われたらもう困るから。金魚姫さん、解放3万って、いや解放3万じゃ効かないよ本当に。30分3万ぐらい取らないと、本当に合計28万ぐらい請求しないと、レンズ取り替えないといけないから。新しいレンズを買って開放用の。産後面勘違いしてたアルバイトでモデルになったことあるとか言ってたから。誰がアルバイトでモデルになったことある、うん、誰が、え、アルバイトでモデルになったことある、誰が言ってる、誰も言ってないよ誰も言ってないよ。
エアコメントが見えてるの。金魚姫さんでも解放のサムネ可愛いよね、びっくりしたわ。ちょっとファンキーモンキーベイビーズにしてごまかしたね。ハンナ南風さん、わらファンモン風にしてごまかした。ファンモン風のアルバムみたいな。ユーマンさん www ちょっとお腹痛い www。 いや、そうなるでしょ。 w28万。クモモンさん、解放ちゃん、めっちゃ写真変わったね。いや、加工が大変だった本当に。宝前にね、喧嘩になりかけて、うん、いや、もうモデルのことはデリケートだから、その値段取ってる人もいるから、金取ってもやっちゃってるから、あの付き合いある人とかだったらタダでやってあげるけど、さすがに無料って定期で告知ってさ、そのあれされたら商売上がったりだから。いや、レンズ交換でしょ。もう可愛い子用のレンズとデブ用のレンズってあるんだよ、うん、そう。だって解放笑ってって言って、って笑った瞬間もうすごかった。歯が決まってたからね。解放笑ってって言って、俺がファインダーの時代ってなったから引くだろ、うん、うわーってなったもん。あー目がーって金魚姫さん引くわ、解放笑わないでって言ったもん。ゆうたんさん、わら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 、もうきついよ本当。くもモンさん www、 笑えないよ本当に。うわーってなったもん。金魚姫さん、笑わないでで、わらわら。神に愛されたリスナーさん、www、 黄ばみの加工でまた一つ仕事増えますね。本当だよ、ホワイトバランスが狂うんだよ本当。肌の色を優先するか、歯を白くするかだから。いや、きついよ本当に。まあまあ、あの本当にモデル撮ってもらいたい人、リスナーさんでもいたら、あの DM か LINE ください、僕に。あの写真撮ってもらいたい人は、うん、全然。全然やりますよ。写真で印象変わるからね。全然。あの、出会い大事だよ。その、ファーストインプレッション、ファーストコンタクト撮るときは、写真で、あ、綺麗だなっていう印象つくから、サムネとかって。それでね、放送を見に来てくれる人が増えたらいいじゃん。やっぱり。ハンナ南風さん撮ってほしいけど、今ブダペストだからの。ブダペスト、ユータンさん、キバミ加工は私の。ブダペストってあんま聞かないよね。あ、全然、日本帰ってきたら撮るよ、うん、私今アンチクはバーブーダーだからなとか、ブダペストだからなとか聞かないよね。なんか定番じゃない国言われてもね、ブダペストに何しに行ってるのか気になるよね。ブダペストがどんな国なのかも知らないし、何が産業なのか、北なのか南なのかも分かんない。ハンガリーにいるんだね。ハンガリーなの、ブダペストって。あ、ハンガリーか。なんだろう。ガンデレラとサメちゃんの彼女、印象大事だよ。大切だよね。大事、うん、大事、大事。ポンさん、ヨーロッパ。ヨーロッパだね、ハンガリーの。ハンガリーの首都がブダペストなんだ。いいとこいるな。ほら、言ったでしょ、多分シャンパン飲みながら見てるんだよ、こうやって。セバスチャンが3人ぐらいいるから。ワドツが見たいわ、日本ホームシックだわ、ワドツを見せて、かしこまりました、お嬢様、ピッ、ウィーン、早くフワッチを起動して、スクリーンにワドツを映して。ユータンさん、セバスチャン、いや、そうだよ、ワドリスナーセレブばっかりだから。今ボルビックのジャグジーに使ってる、ボルビックをこう、黒人の裸の黒人、水着パンイチの黒人がこうやってボルビックを横で2人こうバーッつって、そうで、ハンナちゃんがそう、ジャグジーブク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 つって、もちろんハンナちゃんは全裸だよね。早くワドツ、あ、調子悪いな、ユウタンさん、わらわらわら、多分ね、ダメだ、 iPhone ぶっ壊れてるわ。マジで今落ちかけた、ブラ、あ、ブラ、え、これ見れてんの、やべえな、マジでやばいな iPhone。 え、見えてる、見えてる、
やばい、ブラックアウトした今。あ、落ちるかこれ。見れてる？今日2回落ちたからね、外配信で。見えてる。よかったよかった。ニンニさん、前にアルバイトでモデルやってたって言ってた人だよ。分かったよ。分かったよ、ニンニ。分かったよ。うん。あれでしょ、結婚式のでしょ。あれ若い頃ね、20年前ってことね。ハンナ南風さん、ニンニ、うん、いや、ニンニ面白いから。もうニンニとは付き合い長い。ニンニはもう4年ぐらいの付き合い、もう長いよ。あー、ダメだな、ブラックアウトすんな。どうしよう、これやばいかもしんない。 iPhone マジで画面が真っ暗になる。なんだこれ。あー、プツプツ黒くなってんの、そっち側は。このアクセサリー使えないって。ちょっと空気読めなくて、リスナーさんはド監督氏を怒らせることがあります、ごめんなさい。何度怒られたか分かんないよね。ニンに何度俺に怒鳴られたか分かんないよね。むしろすげえタフだなって思う。クモモンさん待ってないよから。なってないんだ。こっちは画面バツって真っ暗になるの。ニンに可愛い。いや、ニンに天然だから。くっそ天然だから。面白いよ、うちの定期係ニンニ。ニンニさん怒られても支援するニンニはド監督氏のファンなのでしょう。あの、俺の意図を全く伝えない定期。携帯寿命4年使ってるからもうダメだね。やばい、画面バキバキなのはいいんだけど、充電系とパツッと落ちるのはこれ配信にならんね。ちょ、外配信用の機材考えないとな。まあさすがにパソコン持って外配信できないから、今ちょっと厳しいね。バッテリーがないんだよ、パソコン配信。ピンチです、非常にピンチです。参ったね。まあまあ、物は使ってりゃ壊れるからな。仕方がねえ。いや、でもニンニは本当のファンだろうね。ニンニさん、中古のとかでも2万とかもするもんね。まあ中古でも全然いいよ。中古じゃん。 iPhone とか別に古くてもさ、今綺麗な中古とかあるから、なんか探すよ、中古で2万ぐらいのやつ使えそうなの。さて、靴洗ったでしょ。どうしようかな。そうだ、便器は夕方だ。便器のやすりがけは夕方だから暇だな。ゲーセンでも行こうかな。なんかゲーセンのメダルゲーム、あ、ゲーセンのメダルゲーム。当時 5S19,800円で買って、最近メルカリで8,000円で売れたよ。 5S8,000円で売れたんだ、すごいね。それはなんかプレミアついてるんだろうね。 5S デザインかっこいいかな。多分 Mac のコレクターが欲しがってるんでしょ。すごいな、8,000円って。たっちゃん眠いな。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、ビンザ直せるってすごいね。うん、最近は修理したり自分で直すっていうのにこだわってて。電気どうなっちゃったんですか、 DIY。 夕方に完全硬化するから、あとはヤスリがけだね。この部分透明の赤にした、もう出っ張ってる部分ゴリ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 ヤスリかけて全体きれいにしたら、もう完全くっついてはいるの。ただその埋めてるね、透明の液で。こんな感じ。結構ゆうたんさんのすごいでしょ、パキって割れてたんだよ完全に。
赤い透明のレジンで埋めて。アンデレラーとサメちゃんの彼女さん赤にしたんだね。そうそう、赤の透明これでくっつけたかな。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さんおしゃれ。おしゃれまあ買ったら安いんだろうけど、まあいいじゃん。そう、ブリコラージュっていう、ブリコラージュ作家だから、ブリコラージュしていこう。ブリコラージュ、ほらね、何でも買ったらいいんだろうけど、直したりさ、こう寄せ集めで作るのかっこいいじゃん。生活を楽しもうね。売ってなければ作ればいいんだ直せばいい、壊れたら直せばいい。ゆうたんさん前から気になってたんですが、お部屋の間取りどうなってるんですか？部屋の間取り？部屋の間取りはだからこの裏がソファー、うん、そうそう、物を大切にしたいの。サメちゃんの彼女さん物を大切にするのいいね。フォローありがとう。フォローありがとう。あ、そうなんだ。さっきの二液性のレジンだよ。UV レジンじゃない。二液性のレジン、あれは。固まってる、固まってる。アイテムありがとう。延長代にします。アイテムありがとう。ボンさんいいね。サンキュー。プレゼントしました。ボンありがとう。サンキュー。ボンさん風船を10個プレゼントしました。あ、二液性のレジン、カッチカチに固まるから。のりこの作品も結構かっこよくなってるよ。のりこの作品いい感じ。プレゼントしました。かっこいい、かっこいい。お、小吉ありがとう。が出ました。サンキュー。いいね、今日が出なかったね、よかった。そう、今日ばっかりだよ。大吉1回しか出てない今日。金魚姫さん、うん、1枚画像が、画像が、画像がどうした。ゆうたんさん、アステリスク星、うん、パチ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 、うん、ね、大吉は全然出ない。金魚姫さん、たまに固まる。マジで？いや、携帯がバカになってんだよ携帯がバカバカだから。中吉ありがとう。中吉が出ました。いや、大凶もう、だって今日だけで大凶何回出た。大凶やばいよ、3回ぐらい出てるよ。中吉が出ました。いや、それでうわ大吉だーって言ったら今日かよみたいな。金魚姫さん出た、今日 0.7 倍、出た、今日が出ました。ハンナ南風さん、ありがとう。ハンナちゃん、ありがとう。中吉が出ました。うん、もう大凶ばっかりだよ。来るか、大吉来るか、この流れは。南風さん、中吉、中吉が出ました。中吉ありがとう。金魚姫さん、今日かよ。 0.7 倍、今日が出ました。あ、今日だよ。南風さん、出た、出た、今日が出ました。今日、来い来い、エフェクト来い。いや、今日が多いんだよ、うち。金魚姫さん、今日ばっかり。ハンナ南風さん、 0.5 倍、大凶が出ました。ハンナ南風さん、ざまあ。ゆうたんさん、わらわらわら。金魚姫さん、はい、大凶、大凶4回目、大吉1の大凶4。ミノムシさん、来たじゃないよ。ダイヤさん、10番、うわ、大吉が出ました。ダイヤさん、ダイヤさん、来たー、2発目、来たー、大吉来たー。金魚姫さん、来たー。クモモンさん、おーおー、出た、南風さん、出たよ、ののスパチパチ、いいねー。金魚姫さん、やダイヤさん、ナイスー。出た、出たねー。いや、演技いいね、演技いいね。いや、ていうかさ、ちょっと運営気使って大吉を多めにするべきだよね、これ。ゆうたんさん、ねえ、大凶はなんか見てる方も嫌な感じになるでしょ今日ばっかりだもん。ありがとう、お帰り、いいね、ありがとう。ぜひね、おみくじやってるんでね、100円でね、今年の運勢占ってください、皆さん。ねえ、金払って100円で大凶でみんなで落ち込むって変だろ、これ。どういう理屈だよっていう。ちょっと割合的にね、
しかもさ、エフェクトつけるっていうのがやらしいよね。なんかね、大凶の時にエフェクトつけるの変だよね。わあ、スターマインありがとう。スターマインありがとう。ユウタンさん大凶が笑っちゃう。スターマインありがとう。クモモンさん88,888。ありがとうございます。スターマインいただきました。スターマイン、アスケリスク。あざす。いや大凶はしかもさ、なんかさ、最初の始まりが分かんないじゃん。ピカーンって光るから大吉と同じエフェクトなのがややこしいよね。わかんないんだよ、ほんと最初。大凶へこむわ、ほんと。ね。ありがとうございます、スターマイン特命さん。スターマインって売ってるんだ、今。知らなかった。まだ売ってるんだね。いや、ほんとにそれなだよね。ほんとに。あ、ありがとうございます。サソリン機材は。おお、サソリン、おはよう。さん、おはよう。おはよう。どう調子、腰の具合良くなってきた？あんまり無理しないで。福袋に入ってんだ、スターマイン。あ、セット売りしてんのか今。なるほどなるほど。あ、そうだ、100円均一も行かないと。手袋も買わないといけないんだよ、そのレジン作る時の。すげえかぶれちゃって。なるほどなるほど。なるほどね。コーヒー買いに行こうかな。コーヒー。サソリン機材は大手アット禁煙中さん再入院です。商用になってないです。再入院マジで。そっかそっか、ごめんね、なんか振っちゃって。良くなることを祈ってるよ、早く良くなって。コーヒー買いに行こうか。じゃトレーニングアートのコーヒー。ゆうたんさん、お風呂入ってきます。うん、行ってらっしゃい。また来て。ありがとうね、ゆうたん。あー、かわいい。サソリン機材は大手アット禁煙中さん、足痛い、腰の影響で腰は痛くないんだけど。大凶かよお前、ふざけんなよお前。ボーン、ちょっとお前ボーン頼むよ。引きがもうちょっとしっかりしろよレギュラーメンバー。ちょっと普段の行いだよ。普段アンチコメント書いてるやつが大凶出るんだよ。雑談たときとかで悪口書いてるやつは大凶出るんだよ。ちょっとボン、なんで嫌な気分にならないといけないんだよ。ありがとうね、ボン。ふざけんな、この仕組み。もうギャンブル性高いのダメだよね。ちょっと腹立つんだけど。いや、これ腹立つよね、マジでね。大吉引いたのが金魚姫と、あ、誰だ。大吉引いた3人は誰だ。2人か。金魚姫とさっき誰引いたっけ。ダイヤさんか。ダイヤさんと、いや、ひどいよこれ。ちょっと苦笑いっすよ、苦笑い。ダイヤさん、これはひどい。大凶が出ました。お前もうさっきのでプラマイゼロじゃん。さ、やめときゃいいのに。ちょっとダイヤさんもプラマイゼロでしょそれじゃ。ダイヤさんありがとう。大吉で終わっておけ。あー、ダイヤさん持ってるわ、さすが。ダイヤさん持ってるわ、持ってるわ。引き直したよ、引き直したよ、引き直した。ここでここでもう大吉のまま終わっとこ。大吉のまま終わっといた方がいい。大凶で終わるのは良くないって。ありがとう。いや、大吉で終わろう。金魚姫3匹。演技悪いわ、大凶で終わったら。うん、みんな今もう これでいいでしょ。みんな、俺らみんな大吉。俺の運勢今大吉だから止めて。やめとこしょう。やめとこ。運営にもてあそばれてるだけだから俺。運営にもてあそばれてるとしか思えないもん。
あれ？あ、大丈夫か。やった、大吉引いた。金魚姫さん。いや、運営の思うつぼだよ、本当に。演技悪いっつーの、新年から大凶とか。サメちゃんの彼女さん、悪意のあるアイテムですよね。遊びすぎだよね、運営。9時か、いい天気だ。あ、いい天気だ、今日。あ、天気いいわ。やばいね、ピーカン。リンゴさん、アイテム禁止枠。ムズムズする、ヘイシッヘイシッ。いや、ほんと人いないよ。みんな、実家に帰ってる。ほんとにね、三が日のね、新宿は誰もいなくて好きなんだよ。夜中とかほんとに誰もいなくなるの。いいよ。今日何曜日だ？今日何曜？ゴミの日か、今日。何曜日だろう。あー、ムズムズする。今日ゴミ？わかんねえな。みんな出してねえな。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、木曜日。木曜日か。なんだろう。ゴミ出してないもんな。寒い寒い寒いよ。ああ、ティッシュ。ヤンデレラサメちゃんの彼女さん、うちは明日から生ゴミね。コーヒー買ったよ。クモモンさん、4日以降だよね。そうだよね、そうだよね、まだだよね。俺もそう思う。レンズは傷ついてんのかな。フレアが入ってんだよな。なんだろう。デスラーさん、デスラーさん、おはよう。アドツー。ダイヤさん、うちは5日から。
いや、綺麗になったかな。ケッピー、あー美味しい、コーヒーうめえ。金魚姫さん、ケッピー、ケッピー、デスラーさん、乾杯。乾杯。おー、ケピー、ありがとう、デスラーさん。ありがとう。ダイヤさん、お風呂入るから、カズミチさんも連れて行くね、 www くだらん報告。いってら、お風呂を俺に報告するリスナーたち。おお、ルシさん、お疲れ。リスアットマック BF1CP753 放送お疲れ様です。お疲れ様です。 iPhone 壊れたね。ルシスアットマックさっきからずっとおかしい。 BF1CP753、うん、iPhone 壊れましたか。 iPhone 行ったね、完全に行った。なんかね、温度が変わるとバツって電源が切れるのと、なんかアプリが落ちるね、とにかく。もう携帯ごとバツンって落ちる。これはまずい。非常にまずいよ。寿命だね、もう。寿命。まあ結構愛着ある iPhone でさ、この iPhone 実はすげえ無理して買ったの。当時生活保護で、高いじゃん iPhone。でも配信に必要だからっつって無理して買って、思い出すよ。超勇気いったもん。俺の中ではだからこの8万円ぐらいの iPhone、ほんと100万円、今で言うところの100万とかぶっ込むような話で。いやでもこれは、ここは、ちゃんとした機材買わないと配信できないなと思って、懐かしい。まあだからよく頑張ったよな、こいつのおかげで今があるからね。あの当時からしたらもうこの iPhone 買うのも大冒険。生活保護は携帯禁止、うん、いや生活保護携帯禁止じゃないわ。いつの時代。そんなわけないでしょ。ルシスアットマック BF1CP753、なるほど。この iPhone は思い入れあるよ。で買ってすぐ落としたんだよね、あの時のショックと言ったら。すげえショックだったもん。うわーって、陽平くんとのコラボで陽平くんに車で置いてかれてショックで落としちゃったんだよ。つらかったわー。うん、ルシスアットマック BF1CP753、うん、あ、いい、おー、ナビンさん、明けおめ、今年もよろしく、明けおめ、いい一年にしましょう、うん、iPhone、うんとね、配信やるの、配信者で iPhone 以外使ってる人いないかな。
アンドロイドとかダメ。もう配信者がアンドロイドの人もいるけど全員 iPhone に変えてるのは理由があんのね。ダメ。ドフラミンゴさんはドツ、うん、はい、はドツ、よろしく。あのね、カタログスペックだけじゃなくて裏側の仕組みとか考えたらね、やっぱりね iPhone が安定なんだよ。だから携帯、あの Android で配信してる人いないでしょ。うん、配信やるんだったら iPhone よ。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、私もずっと iPhone。 ルシスアットマック PF1CP753 アンドロイドの場合音が良いのよ、音球のスマホ良いよ。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、配信者ではないけど。ねえ。初売りセールやってんな。ルシスアットマック PF1CP753、うん、iOS の優秀さが証明されたけど、ね、使いやすいよね。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、ずっと iPhone 使ってると使いやすいから。よし、あ、アマゾンの初売りセールやってる。見てみよう。延長しまーす。アレルギー、アレルギー。もう超鼻はもうクソ低スペックだから。もう超アレルギー、鼻は。カメラ周辺機器でちゃんと検索しよう。カーバイクカメラ、これだ。初売りで照明が安く買えるかもしれない。照明機材、ダイヤさん、 iPhone は画面の割れるのを改善してほしいよね。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、薬は飲まないの？薬苦手なんだ、病院と。金魚姫さん、和田さんのちょっと鼻にかかった声、うん、セクシーだけどね。うん、セクシーではないと思うけど、うん、ちょっと待って、安く売ってるかも、三脚と照明が。調べるわ。アマゾン初売りセールやってるよ。初売りセール。あー、バグって。広志です。さん、 iPhone のダメなところは iOS のアップデートのたびにアプリが使えなくなる。使えるアプリが3分の1ぐらいになった。デスラーさん、タバコやめたんですか？タバコやめてないよ。タバコ全然吸ってる、吸ってる。うん。わ、三脚とかすげえ安いじゃん。三脚は持ってるからいらねえな。
写真用の三脚すごく安いよ、アマゾン初売り。でもそんなにいいのないな。三脚がすごく安い。ビデオ用三脚ないのかな。ダメだ、初売りいいのない。俺が欲しいのはないわ。タイムセールではなんかいいのあればよかったけどな。アマゾンで何でも買える時代だもんね。すごいよな。あ、そうなの。薬も買えるんだ。へえ。メルカリやってるんだ。おかえり。ルシスアットマック PF1CP753。 俺が学生会員だから買えたのかな。デスラーさん、私は毎月1回毎10買っていますよ。ルシスアットマック PF1CP753。 超えたタイプミス。ルシスアットマック PF1CP。 おいいね、 GoPro を使ってんだ。 GoPro のアタッチメント変えた。 GoPro アタッチメントいいね。すげえな、この人。ランさんっていう人、便所さんのあれだよ、先輩だよね。ガタイやば。今トレーニングしてるけど、何この体。やばいね、捨て頃出るランさん。やばい体してるよ。すげえな。見てみ、体。バッキバキだよ。やば。えぐいな、この体は。これ女の子がうひょっていう体だよ、うひょって。すげえ。デスラーさん、私もタバコ吸います。ショーベランダで行ってら。イエスキリストさん、ハゲてね。ハゲてる、言われなくても分かってる、ハゲてる。俺の方が俺のこと詳しいから。誰もハゲてないと思ってないから大丈夫だよ。
白海アットワド監督高見さんおはよう。ワドツ。ワドツ。ポンさん一倍小吉。おいもうやめろって。さっきの大吉じゃ終わりでいいじゃん。なんで下げるんだよ。やめてって大凶出るから。その流れは良くないって。大凶出るから。勘弁してくれよ。さっきの大吉でなぜ終わらせ、なんで引くんだよ。やめろよ、流れ変わるから。すごく良かったじゃん。いやもう大凶7回引いてるんだよ、もう。さっきの大吉で終わりだってアナウンスしたじゃん。はい、ワドツ。うん。やめてよ、もう。なんで欲、わあ、ほら、来たな。今日が来た。うわ、もう。もう。なんで今日終わりにするんだって。いや笑えないって。ありがとう。ほら今日ラッシュ来た。もううわほら今日ほら言ったじゃん、今日の流れになるんだっつったじゃん。やだよ、もう今日の流れやめてよ、もう。さっきの大吉で、ほら、今日3連発だよ。ありえる、こんなの。今日3連発だよ。中吉ありがとう。うわぁ、大吉で終わりたかった。ふざけんなよ、ボン。やめろや、もう。さっきのいい終わり方したじゃん。ほら、出ないんだって。出ないの。ダイヤさん、3倍、中吉が出ました。ルシスアットマック PF1CP753 中吉おめでとう。ダイヤさん 0.5 倍大凶が出ました。ダイヤさん3倍中吉が出ました。ダイヤさん1倍小吉が出ました。ダイヤさんラッシュありがとう。いや今日だよこれ。ダイヤさん3倍中吉が出ました。今日ダイヤさん 0.7 倍明けおめ、徳目さんありがとう。ほら、出ない。大吉出ないよ、これ。だから言ったじゃん、大吉は出ないんだよ。割合がおかしいんだよ、うちの放送だけ。ほら。ほら。ほら。言ったじゃん。もう、次の大吉で終わりね。マジで。大吉で終わらせてよ。ね。大吉で終わり。またうわー来た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 。徳明さん大吉大吉大吉ありがとう。これで終わりです。これもうふざけんなよミノムシ、マジで。大吉で終わりにしようっつったのに流れ変えんなや。いや大吉終わりにしようってなんでコンビネーション取れないの。まとめようよ、まとまろうよ。大吉終わりでいきましょうよ。ルシスアットマック PF1CP753 荒らしてる。ダイヤさん 0.7 倍凶が出ました。ダイヤさん 0.5 倍大凶が出ました。ダイヤさん1倍小吉が出ました。腹立つわこれ。1倍小吉が出ました。これほんと嫌い。大凶 W 今日の引き良すぎるでしょ。ダイヤさん3倍中吉が大吉で終わろう。大吉で終わろう。欲張らないで。大吉終わりでいきましょう。大吉終わりで。小吉が出ました。ダイヤさん3倍中吉が出ました。なんか、強率高えな、ほんと。な、ボン、ちょっと勘弁してよ、ほんとに。なんで引いたの？なんで俺の言うこと聞かないの。1倍小吉が出ました。あの言うこと聞いてよ、お願いだから。ボンさん 0.7 倍今日が出ました。ふざけんなよボン、今日引きすぎだよ。ボンさん3倍中吉が出ました。中吉ありがとう。大吉終わりでいきますよ。大吉終わり。ダイヤさん3倍大吉でもう今年の締めくくり。これないつまでこのアイテム、この間もう終わらせよう。 7かまでだ今日。大吉出ねえな本当に。本当に出ないで。本当出ないで。ダイヤさん 0.5 倍大凶が出ました。ダイヤさん 0.7 倍凶が出ました。ダイヤさん10倍大吉が出ました。
おい大吉終わり終わり終わり、ストップ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 、ありがとうございます。ダイヤさん大吉ありがとう、終わり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 、ありがとうございます。今年の運勢大吉。お前ふざけんなよミノムシ、お前ふざけんなよ本当に。あー腹立つ、あー腹立つ。おかしいよ割合が。クモモンさん、ミノムシさん、W、いやミノムシマジやめろって。ダイヤさん、ダイヤさんが最後整えたじゃん、なんでそういうことするの、崩すなよ、チームワークを崩すなよマジで。いやいや、やだ、大吉で終わりたい。だっておかしい、ほらほら、大吉が今回3回でしょ、大吉が3回で今日10回引いてる、大凶10回引いてんだよ、おかしいって。妖精アッコさんはどつ、大凶始めてみました。いや大凶もう10回以上同じ確率なんだよ、大吉とね。わあ大吉ありがとう、ボン10倍、大吉が大吉 5%、 大凶 5% だから同じ確率なのに、俺だけ大凶、大凶がもうトータル20引いて、大吉なんて5回ぐらいしか引いてないんだよ。終わり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 終了、大吉で終わり、ありがとうございます皆さん、終わり、吉で終わらないと、基地で終わらないと縁起悪くなるから、マジでおかしいよね、うちのところだけ割合、これマジでおかしいと思うよ。何これ、今日の確率すげえ高いし、ありがとうございます皆さん、アイテムありがとう、終わり。いやー、なんだろう、 5%5% って出現率出てんのになんでこんな差あるんだろう、なんかやだなぁ、なんかやだなぁ、偏ってるよね、変なの。ダイヤさんいいじゃんいいじゃん、楽しかったわ、わらわらわら。いやなんかこう締めっていうかさ、こうなんか気持ちよく新年を迎えたい派な、結構運営の気分次第つうか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、運営の気分次第っていうか確率が偏ってるの。バガありがとう、そうだね、今大吉で終わってるから大丈夫ですよ、いい感じですから皆さん、とてもいい感じですから。クモモンさんも大割合見せて、もう一回割合、オッケーオッケー、ちょっと待って、福袋アイテム、あれどうだっけ、あれどこで見たっけ今、ちょっと待ってね、どこだ、福袋これか、割合偏ってるよな、あったあった、いくよ、割合、大吉が 5%、 大吉が 5% ね、やんないで、もう中吉が20だから、小吉が50なんだよ、中吉は結構引くんだけど、大吉が今4回出てんの、で大凶20ぐらい出てんだけど、大凶と大吉の割合同じ 5% で同じはずなんだよ、全然おかしいでしょこれ、大凶の方が5倍ぐらい、4倍か5倍引いてんだよ俺、偏ってるんだって。いやなんかやだな、なんかやだな、イカズチチトさん、はい、ワドツー、絶対この確率おかしいよね、設定1かな俺の枠は。設定1確定でしょ、しかも大凶2回連続とか、俺は腹立った、おかしいだろ大凶連続って、クモモンさん本当だ、割合が合ってない、合ってないでしょ、明らかにおかしいんだよ俺のところだけ、なんで、なんで俺のところだけ確率おかしいの、変だよね、何なんだろう、今日の確率も多いんだよ、今日めちゃめちゃ見るでしょ、何なんだろう、本当に持ってないのかな、ただただあっからさまに偏ってるからな、運営さんアンチなのかな、へこむわ、なんか
やだわ。クモモンさん運営がアンチは草、うん、いやなんか運営アンチ施設出てきたよこれは結構貢献してるつもりなんだけどな。そこそこ貢献してるつもりだよ運営さん。やっぱり運営から明けおめメールなんか来てないよ俺。なんで便所太郎さんのところに明けましておめでとうメールが行って DM が行って俺のところに来ないの。ダメでしょ。どういうことだよ。差別だよ差別。運営さんがそういうことやるのは良くないと思います。三日月とさん他でも騒ぎになってたみたいだからスクリプトに何かありそう。何なんだろうね。なんかめちゃめちゃ偏ってるよね。カメオさんはどつ、うん、ダイヤさんはどつ、アンチかもね、わらわらわら。アンチの可能性めちゃめちゃあるよこれ。俺はちょっと怒りだよ怒り。怒りの和道だよ。怒りの和どつですよ。まあレスラーさんお腹満たしてね、うん、ありがとうバカありがとう、うん、カズチチとサンケー P を5個プレゼントしました。キビありがとう。サンキュー。ありがとう。あーお腹くたった。お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い。あーお腹くたった急にお腹痛い、お腹痛い、お腹痛い。あー収まった。どうしようかな今日何やろうかな。まだレジン固まらないし、まいったな。なんかレジンアクセサリー作ろうかな。
だんだん分かってきたし、レジンのこと。まだでもお店やってないか、東急ハンズとか。ルシスアットマック BF1CP750、うん、いいね、ガンプラ。いいね、いいね。ガンプラ作り。いいね。クモモンさん、あ、営業やってるんだ。ゲーセン行こうとか言ってたけど。ゲーセン行こうかな、どうしよう。そうそう、コインが3000枚あるんだよね。ノリコとめちゃめちゃコイン出して。これ何日前だっけな。ゲーセンやってっかな。なんかね、3000枚ぐらいあるんだよね。ゲーセン行こうかな、暇だし。タバコポケーと吸いながらゲーセン行くか、暇だし。ゲーセンはやってるだろうね、多分ね。ゲーセンはやってるでしょ。うん、メダルゲームでもやってこようかな、ボケーっと。たまにはオフも楽しもうかな。メダルゲーム3000枚あるから、あの競馬のスターホースみたいなのあるよね、なんかすげーエフェクトのやつ。競馬ゲームやろうかな、あれめちゃめちゃ面白いよね。スターフォースだっけ。うん、じゃあちょっと俺昼間プラプラ遊んでくるわ。夕方頃配信します。皆さんたくさんアイテムありがとう。みんな大吉、大吉だよみんな。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ。